妻線は、かつて、宮崎県宮崎郡佐渡原町の佐渡原駅から、同県西都市の杉安駅までを結んでいた、日本国有鉄道の鉄道路線である。1980年の日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法施行に伴い、翌年9月18日に第一次、特定地方交通線として、路線廃止が承認され、 1984年12月1日に全線廃止となった。妻線は宮崎駅に最初に乗り入れた鉄道である。宮崎駅へは現在のキット線を経由して、都の城方面から関節鉄道が延伸されるはずであったが、工事が遅れ、1913年に先に妻方面への宮崎県営鉄道が開業を果たしたものである。 宮崎駅へは1916年10月に宮崎線が到達、県営鉄道も1917年9月に買収、国有化され、妻間京弁線となった。1920年9月には、宮崎本線の高鍋延長に伴い、広瀬駅を移転して、分岐駅とし、宮崎広瀬間を妻間京弁線から分離して、宮崎本線に編入した。 1922年8月には妻から杉アンマが開業し全通した。1944年には末端部の妻から杉アンマが不要不急線として休止となったが、1947年に復活している。結局実用化はされなかったが、貨物輸送の合理化のために試作された軌動化車機は90系の使用線区となるなど、典型的なローカル線であり、 1968年には赤字83線の一つとして廃止を勧告され、1980年の国鉄再建法の施行により、第一次特定地方交通線に指定、1984年12月に廃止された。しかし地元の鉄道への愛着は深く、廃止時の協定により、将来の復活に備えて、ほぼ全線にわたり、路盤が撤去されずに残され、 自転車歩行者専用道路として利用されていた。ただ、2012年現在は、西佐渡原駅付近は、一般的な二車線の指導として整備されており、東九州自動車道サイト IC から、サイト市街地の南端付近の間は、国道219号円元バイパスとして整備され、配線後の面影はない。また、2016年時点で、 サドワラ西サドワラ間のうち約700メートル区間の廃線跡は、補助整備により完全に消滅している。また、改正鉄道不設法別表第122号には、終点の杉安から、湯前線湯の前への予定線が計画されていたが、着工されないまま1944年に、昭栄バス飛行線が開設された。 一時は路線が人吉に拡大されるなど流星を見せたが、1998年に JR 九州バスが撤退し、2012年現在、西村村営バスと宮崎交通バスにより営業が継続されている。接続路線の事業者名、所在地は妻線廃止時、全線宮崎県内に所在、全列車が乗り入れていた宮崎駅から記す。ありがとうございます。